はい、こんにちは、僕です。シン・女神転生4やっていきましょう。今、六本木エリアまでね、やってきました。ここの人がね、なんか言ってるんですよ。この先の千駄ヶ谷トンネルのとこにさ、妙な岩山があるんだよ。あそこって確か、甲賀三郎だったっけ？田山が吹いた、偉い強い悪魔がいたんじゃなかった？甲賀三郎って言ってるんだよね。なんだろう、甲賀三郎。トンネルを通過し、市ヶ谷方面行きますか。はい。市ヶ谷駐屯地にね、向かっていきたい。特に何もないの、その甲賀三郎は。何なんですかね。早速ね、今回は市ヶ谷駐屯地にね、向かっていきたいと思います。また、止まりなさい。ん？少女の声？イザボーの声じゃない？あなた、久しぶりね。久しぶりね。こんなところで何してるの、イザボー。ワルターが言っていた通りだわ。言っていた通り。無限発電炉ヤマトを使って東京を消滅させるつもりなのでしょう。なんでワルターがそれを知ってるんだ。てかワルター生きてたんだ。東の帝国の民を思ってなのでしょうが、それはただの虐殺よ。イザボーは東京に思いを寄せているんですね。この女は、いたんですね。東京の漫画に触れ、漫画汚れたのだ。ゆえ、我ら正しき者を迷わそうとする。東京の漫画に触れると汚れる。あなたは自分の選択した道を誇りを持っていける強い人。私は自分がどうしたらいいのか結局選択できなかった。でも東京を消滅させるなんて、そんなひどいことあなたにさせたくない。私本気ですわよ。本気ですわよ。戦うの、イザボーと。イザボーと戦う。これは侍同士の真剣勝負。はい。手加減など必要なくてよ。戦うの。戦わざるを得ない。イザボーは仲間を召喚した。仲間召喚する。いろいろいるな。先制攻撃なんですか。ちょっとやめて、やめていただけないですか。最悪だな。唯一リカームを持ってるの、今のなんだけど。今の悪魔が唯一リカームを持ってたんだけど。テトラカン巻きながら戦っていく？何が弱点かわかんねえもんな。とりあえずテトラカンだな。なんだっけ、カーリーとイシスとダーキニーってこと？ダーキニーは何だろう。需要ということはないな。アギ弱点な気がするな。ドーピングしておこうか。最近ね、テトラカーンに合わせてドーピングもするようになりましたよね。で、多分ダーキーにはアギ弱点じゃないかな。違うの？違ったし。下前って。すげえな、メルカバー。オッケーオッケー、テトラカーンしていけばいける。多分。くそ、弱点全然わかんねえ。これ、待って、みんなにやりしてんだけど。どうしようもねえじゃん。どうしようもないじゃん。イザボーは多分弱点ないんじゃないかな。なので、ブフダインとか使っていこう、イザボーに。オッケーオッケー。で、メシアナイザーでとりあえず全員回復して、で、テトラカン。なんかドイツもね、物理攻撃ばっかりしてくるような悪魔じゃない？思考のマダン持ってるの、イザボーさん。怖えわ。待て、イザボーばっかり動くからこいつらのニヤリが解けないんだけど、俺どうしたらいい？どうしたらいいんだよ。メギドラなら当たる？待て、いやダメだよ。それはちょっとダメだわ。まずテトラカンを撒いてから、全員のね、ちょっと全体的にニヤリを打ち消しましょう。あ、打ち消せないのか、これだけじゃん。攻撃するターンが回んないとニヤリって解けないのか。一つだけ。あなたに確かめておきたいことがある。なんだこの鬼を呼んで。あなたのやろうとしていることは東京の人々を虐殺する行為よ。そんなことが本当に許されると思って。今回はヨナタンルートなんで許されると思う。許されないが仕方ない。許される必要があるのか。誰に許される。真ん中は良くないと思うんだ。どっちだろうな。許されると思う。誰によ。誰にですか。許される必要があるのか。なんですって。東京の民を虐殺することに微塵も咎めるところがないというの。あなたはもはや
血の通った人間ですらないの。イザボーは動揺し、隙が生じている。攻撃するチャンスを得た。ナイスだ、ナイスだぜ。ただね、こいつらどうしたらいい。ずっと黄色いんだけど、ずっと黄色くなってるよ。ずっとね、イザボーの攻撃を反射してるからさ。手強いわね。手強いでしょ、手強いでしょ。ちょっと早くイザボー倒さないと。自分なりに成長したものだと思ってはいたけれど、あなたはそれ以上に成長していたということかしら。だいぶね、イザボーと離れてから結構経ちますよね。できればあなたとはずっと旅を続けたかった。ここで終わりにします。終わりにします。覚悟なさい、あなた。ここで、あなた、あなた。どうしようもねえな、これ。マジで、マジでどうしようもなくない。とにかくイザボーを殴るしかないんだけど。ちょっと誰か呼びますか、誰か呼びますか。スレイプニルとか。弱点なんだよな、トツが。怖いな、それが。青龍でも入れとこうか、じゃあ。これどうしたらいい。これ全部倒さなきゃいけないんだよね、多分。ね、イザボーは強い眼差しでこちらを見据えている。イザボーに対してどのような態度で答えますか。手を差し伸べる、刃を向ける。いや、まあまあ、一旦今回は向けますか、刃を。ペペチはイザボーに刃を向けた。あくまで己の道を行くというのね。私もそんな強さが欲しかった。ペペチの奥底から霊源な力がみなぎってくる。すべての能力が大幅に上がった。どんぐらい？プラス2になってる。あれ、ちょっと待って、周りの悪魔どうなってんの。あれ、影だけになってるんだけど、どういう状態なんでしょうか。あー、出てきた。イザボ倒せそうだね、もう。これはデカジャしてくれ。あ、やっと動いた。やっと動いたな、イシス。他の奴らもちょっと、まあ、いいや、とりあえずイザボーが赤くなってるから、イザボー集中攻撃ですね。思考の魔弾、あ、倒しました。が私の、イザボー、結構好きだったんだけどな。イザボーが。あ、残していくんだ、悪魔は。悪魔残していくの。イシスって何が弱点かわかんないな。とりあえず殴ろう。テトラカンを巻くまでは、まあ、ブフーラは効くでしょう。大丈夫だよね。で、テトラカン。あ、これでやっと解けるな、全員。ニヤリが。パニックボイスかよ。主人公混乱解けました。よしよしよし。マハンブフダインどうかな。よし、弱点がいる。あいつブフ弱点か。ザンとかどうでしょうか。大丈夫。探り探りね。余計なことしない。メギドラやろうか、メギドラ。あんまりダメージ期待できないんだよな。こっちのメギド系ってあんまりダメージ期待できないですよね。あ、メルカバーがぶん殴られている。オッケー、ナイスだ。オッケー、残り1体。あ、寝てる。あ、起きたか。テトラ感巻こう、まだ。やっと倒した。イザボーがヨロヨロと起き上がった。あなたの手を汚させはしない。汚させはしない。最後くらい自分の選択って。イザボーは自らの喉をかき切った。はぁ、イザボーは崩れ落ちた。イザボー死んじゃったのか。マジか。イザボーはもう動かない。この女の姿を我らは忘れてはならない。東京を野放しにしておけばこのような犠牲者が増えるだろう。さあ、行こう。選ばれし光の戦士よ。
汚れの根源である東京を我らの手で消し去るのだ。うわぁ、イザボ終わってしまった。え、ここ行けないんだけど。何これ、何これ。強力な結界に阻まれた。この先は通れそうにない。あ、ルシファーの、ルシファーの結界ですか。あ、結界破れるの。あ、破りましたね、結界。結界はかき消された。神の戦車に交代はない。行く手を阻む者は蹴散らすまでだ。あ、じゃあ通れるようになっちゃった。そこになんかある。お金欲しいんだな。お金がなくなってしまったんでね。たくさん悪魔を作ったせいでお金がないんですわ。待って、ちょっと一回帰ろうか。これまずいな。よし、そうしましたらね、準備を整えてきましたんで、奥に進んでいきましょう。なんだこれ。え、何これ。あ、ルシファーパレスというところにやってきましたね。え、ここが魔王の城。どこからともなく声が聞こえてくる。やれやれ。ここは閣下の居城。あなた方は招かれざる来訪者です。我らが出て行くまでもあるまい。この無限の間をさまよい続け、無様なめくろを晒すがいい。え、誰の声、誰、どなた。何この宝箱。宝玉持てないんだな。ここが魔王の城ですか。経験値高い、経験値高い。またレベル上げたいな。技上げた方がいいのかな。命中率がやたら低いんですよね、最近。速度、技術、技を上げていきましょう。わかんない、影響があるかわかんないけどね。まあ、ちょっとね、とりあえず地図を埋めたいという感じでね、うろうろしてます。地図を埋めつつ、モンスターも悪魔も倒して旧歴かな。え、ルシファーパレス無限の間だって。何それ。無限の間、無間の間、どっちかな。無間か。無間の間だよね、多分ね。どうなってるんだ、作りがわかんない、作りが。ああ、なんだっけな、あいつ知ってるんだけどな、こいつ。やむ。見た目、ジオが効きそうだと思ったけど、本当にジオが弱点だった。これ、レベル上がるな、ガンガン。どんどんレベル上がってほしい。覚えた。何覚える？あ、ブフダイン覚えた。あ、どうしようかな。え、何？何こいつ、なんで逆さまになったの？おめでとう。顔にね、お尻がついてるんですよね。これ何？下も顔なの？あ、そうなってるのこいつ。くるくる回るじゃん。どうしようかな。電撃耐性いらないかな。ブフダイン欲しいわ。電撃耐性なくして、ブフダイン入れましょう。なかなかね、ダイン系、あ、アギダインが継承できる、やっと。やっとだな。こんなところ。マカラカーンも主人公に入れておきますか。いるかな。なんかもう刹那さみだれ打ちはね、正直主人公には不要だと思うんですよね。こうしよう。これで良いと思う。まあ、メシアライザーができれば主人公に渡したいなと思ってるんですよね。これ待って、最初の場所に戻ってきてない？え、違うの？最初の場所じゃないの？無限の闇、無限の間でした。無間じゃない、無限。何これ、部屋だらけなんだけど。すげえ部屋がたくさんあるじゃん。無限の間。あ、戻ってきちゃった、戻ってきちゃったらしい。あ、わかんねえこれ。やべえ、どこ入っても同じ場所に出てくるわ。じゃあ上の階、ちょっと一応上の階全部入ってみようか。左上、左上と右上が繋がってる。で、左下と右下が繋がってんのかな。ん？ん？これ同じ場所に出てる？あれ、左下は左下に行っちゃうんだけど。
左下は左下に出てくるんだけど。そういうもんなんですか。右下はじゃあ右下に出るのかな。ん、右下は違う。来ました。え、嘘。何？響き渡る声。あ、なんかいる。なんかいるよ。神なる虚構をあがめ。うん。斧が魂を売り渡した人の声。あなたの魂になど、一銭の価値もありはしないのです。一銭の価値もありはしない。うわ、マジか。ボス戦かい。ボスがいるの？なんていう悪魔だ。ただ秩序のままに動くデク人形よ。あなたのようなものが動き回っては我々が理想とする世界は作れません。ルシファー閣下の一の参謀たるこの私があなたを処分して差し上げます。ルキフグス、なんか本をパタパタしているな。どうしようかな。とりあえず弱点を探る。ちょ、セーブしてないから負けらんねえんだけど、これ。マカラカーン、テトラカーンかな、とりあえず。いや、マカラカーン、絶対なんか魔法使ってきそうな佇まいじゃないですか。マカラカーン、ま、とりあえず主人公はね、攻撃した方がいいと思うんだ。魔王ルキフグス。弱点わかんねえ、全然。ブフは、ま、等倍。ブフは等倍。じゃ、ドーピングして。とりあえずね、ドーピングして、あの、メギドラオン対策だわ、これは。で、メディラマ。左の二人はね、結構 HP 高まるんだけど、右の二人なんだよな。で、マカラカンしておこうか。これが光の力。え、嘘。物理攻撃かよ。お前、意外性高いな。マカラカン。マカラカンしてくれ。テトラカーンしたい。いや、殴るしかないな。マカラカーンされてしまったんで。殴って、外すんかい。ちょっと待って、もう予定来るんだ、外されると。なんで、テトラカーンだわ。回復したかったんだけどな。メルカバーさん、魔法使ってくんないかな。魔法使ってほしいんだよな。このマカラカーン消したってほしい。メディラマして、テトラカーン。魔法使ってこないのか、こいつ。すごい魔法使ってきそうなんだけど。反射。あれだね、タルカジャを使える人がいないんだ。今気づきました。で、フォッグブレスしてみようか。同じ攻撃しかしてこないですね。魔法使いたいな。魔法使いたいんだけど。物理攻撃だけじゃキリがないぞ。オメテオトルかマハーマユリでザンができればいいな。外すなよマジで。なんなのさ。ほんと外すよな。あ、ダメージ受けちゃった。ダメージ受けちゃったわ。マハザンダイン、効きません。よし、ダメージ入るな。ブフ。ザンをしてきたね、今。ジオが効く？どうかな？いや、そうでもないんだ。そういうわけじゃないんだ。いや、ザンはやらない方がいいと思う。メディラマするか。いや、メディラマする必要ない気がするな。ブフダイン。にやりしてるからね。で、テトラカーン。メルカバーさんね、通常攻撃しかしないんだけど。なんかもっと強そうな攻撃とかしないんですかね。じゃあ、アギダインはどうかな。赤くなってる。倒しました。マハザンダイン反射。閣下。申し訳ございません。どうか、我らの復権を。復権を。魔王ルシファーかな。倒せましたね。よかった。なんか覚える？メガトンプレスはいらないな。さすがにな。いりません。これでジオダインとブフダインが強化されました、主人公の。この子ね、フォッグブレスとテトラジャー持ってるんですよね。テトラジャー、いるかな？ちょっとマカラカーンで反射できるということが分かったんだよね。いらないか。特に必要なものはないかな、主人公に。うん、悪魔はもういない。こんな感じで何体か悪魔が出てくるんですかね、ボス悪魔が。あ、もうここには何もないってこと？
じゃあ、といったところで、一旦今回はここで終わりにしたいと思います。多分ね、このルシファーパレスっていうところ、ここラストダンジョンになるんじゃないかなと思ってるんですよね。以前プレイしていた時は、ここをね、結構攻略進めていて、ルシファーのところまで行って、ルシファー倒せずにプレイをやめてしまったという経緯が確かあったんで、今回はね、今回のプレイで、ルシファー、魔王ルシファー、倒していけたらと思っております。もしよろしければ、チャンネル登録、動画の高評価をいただけますと嬉しいです。それでは、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。ではまた。